おはようございます、星野瑠璃です。2022年府中牝馬ステークスの予想ということで、今週は牝馬重賞が2つ行われまして、日曜日は秋華賞になるんですが、土曜日に府中牝馬ステークスがあります。でこの動画では土曜日に行われます府中牝馬ステークスの予想をしていきたいと思います。まずはいつも通りデータから紹介していきます。まずデータその1、 G1 馬、 G1 勝ち馬の成績がこちらになっています。過去10年で19頭が出走して、馬券に絡んだのは19頭中5頭と少なめです。衰えた G1 馬もたくさん出走していたんですが、前世紀の G1 馬もあっさり負けたりしていますので、状態の見極めというのが重要になってきます。あとは目標を G1 に置いているかどうかに注目です。今年出走する G1 馬はソダシと赤い糸の2頭となっています。続いてデータその2、ビクトリアマイル組。その年のビクトリアマイルに出走していた馬が毎年馬券に絡んでいます。2017年と去年以外は毎年連帯馬を出しているので、連軸候補として注目です。今年出走するビクトリアマイル組はソダシ、ローザノワール、アブレイズ、赤い糸、シャドウディーバ、アンドバラナウト、クリノプレミアムの7頭となっています。そしてこの表の色がついている馬はビクトリアマイルから直行してきた馬です。直行組は2頭しか馬券に絡めていません。過去10年で12頭が出走して、馬券に絡んだのは2頭だけとなっていて、さらにその2頭も3着止まりということで、かなり苦戦しています。府中牝馬ステークスは基本的に夏競馬を使ってきた馬が強いだけに、ビクトリアマイルからの直行組は評価を下げるべきです。今年の出走馬でビクトリアマイルからの直行組というのはアンドバラナウト、アブレイズ、赤い糸の3頭となっています。続いてデータその3、前年4着以下。府中牝馬ステークスはリピーターレースとして有名で、前年に好走した馬が翌年も好走するケースがかなり多いです。なので今年は前年の勝ち馬だったシャドウディーバは必ず馬券に入れたい馬となるんですが、逆に前年で4着以下に負けた馬が翌年巻き返すというケースはほとんどありません。2010年から見てみても、前年の府中牝馬ステークスで4着以下だった馬が翌年3着以内に入ったというのは全部で20頭中1頭しかいません。牝馬限定重賞で 1800m のレースというのはたくさんありますので、距離適性が向かないからというわけではなさそうなんですが、なぜか構想できません。左回り 1800m という牝馬重賞が府中牝馬ステークスしかないというのがもしかしたら原因になっているのかもしれません。今年の出走馬で前年の府中牝馬ステークスに出走した馬は、1着だったシャドウディーバを除いて見てみると、赤い糸、
ローザノワール、アブレイズ、リアーメリアのこの4頭がいまして、4頭とも4着以下だったので、この4頭はバッサリ切ってもいいと思います。ということで、ここからはまとめに入りたいと思います。今回紹介したデータは来ない馬を中心にしたデータになっていて、ビクトリアマイル直行組、あとは前年4着以下の馬というのを、まあ来ない馬として紹介したんですけど、これを全部切ることにします。なので1番のアンドバラナウト、3番のローザノワール、9番のアブレイズ、11番のリアーメリア、15番の赤い糸の5頭は、まあ、この不安なデータに該当するので買いません。で、本命候補はビクトリアマイル組から選ぶことにして、消去した馬を除くと候補は2番のソダシ、14番のシャドーディーバ、5番のクリノプレミアムの3頭になります。そこで私の本命はこの3頭の中から選んで5番のクリノプレミアムにしたいと思います。調教師、騎手、馬主と、まあ、地味なのでなかなか人気になりづらい馬なんですが、成績を見てみるとここで G1 馬に勝ってもおかしくはありません。まず芝 1800m はデビューしてから3回走って、2勝を2着1回で重賞も勝っています。マイル以下のレースは大負けもあったりして不安定だったんですが、前走の京成杯オータムハンデは3着に好走しているので、馬がかなり成長してきたんだと思います。前走はハンデ54キロで4頭出走した牝馬では一番重かった中での好走なので評価できます。後ろからでも競馬できますし、マイル戦でも先行できるスピードがあるので、かなり自在性はあって、メンバーや展開を見ながら競馬をできるというのも強みです。2番手に挙げたいのが14番のシャドーディーバ。この馬は去年の勝ち馬で、2年前の府中牝馬ステークスも2着と得意にしているレースですし、東京新聞杯も2年連続で3着以内なのでベスト条件です。前走も東京 1800m のエプソムカップでベストな条件で8着と負けてしまいましたが、4コーナーで足を取られたと、まあ、ジョッキーは言っていましたし、直線でも不利があって、さらに極端な外差し馬場だったということを考えると度外視しても良さそうです。以下は2番のソダシ、6番の伊豆城の奇跡、8番のライティア、10番の里のセシル、12番のクールキャットまでということで、買い目なんですが、5番のクリノプレミアムと14番のシャドーディーバから馬連で流したいと思います。ソダシのベストは東京マイルというのは間違いなく、前年52キロで勝った札幌記念で今年は馬券内にすら入れなかったということを考えると、東京マイル以外で56キロというのはかなりきつい可能性があります。マイルチャンピオンシップ目標ですし、まあ、ここは3着以下の可能性もありと見て馬連で買います。なので馬連のフォーメーションで1列目に5番と14番で、相手が2,5,6,8,10,12 の6頭で11点、まあ、ここを買おうかなと思っております。また当日の傾向、パドックの状態、馬体重の増減やオッズを見て勝負の買い目を変更するということや買い足すということがありましたら、ツイッターの方に記載したいと思います。私のツイッターの ID は概要欄に貼り付けてありますので、よろしければフォローしてみてください。じゃあ2022年府中牝馬ステークスの予想、こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあまたねー。